24日に放送されたあのチャンネルで、歌手兼タレントのあのちゃんが、自分と同じくネガティブな評価を受けがちな、フワちゃんとの友情について語りました。この日の放送では、彼女とジェシーストーンズ、聖夜霜降り明星がゲストとして招かれ、異性だけでなく同性の友人関係についてもディスカッションを展開しました。あのちゃんは、一般的な評価としては必ずしも肯定的ではない自分の立場を率直に認め、ヤフコメ民からめっちゃ嫌われてると自嘲気味に述べつつ、そんな自分を受け入れてくれるフワちゃんとの交流について明かしました。フワちゃんから最近受け取ったダイレクトメッセージを例に挙げ、お前可愛いやつだなというフワちゃんの言葉からは、二人の間に芽生えつつある友情と相互理解が感じられると話しました。彼女のこの発言は、タレントとしての孤独と異色ながら心地よい友情の形成過程を示唆しています。同性の友人が少ないというあのちゃんにとって、フワちゃんのような人物とのつながりは新たな支えとなり得ることを示しており、公の場でこれを認めることは彼女にとって大きな一歩と言えるでしょう。